王道です。こっちを聞いてください。あ、大好きな4番です。それでは会田様、ご質問をお願いいたします。それでは質問します。これから留学中にしたいことは何でしょうか。はい、ご質問ありがとうございます。今まで留学生として、あの日本人の学生たちと異文化交流会に参加して、英語をあの喋るように、あのやる気を出してもらうような活躍をしてきましたが、この活躍が、あの自分は語学という能力を持っているのが一番の力なので、この力を回して日本人のみんな の, あの語学に関心を持っている人々の力になっていこうと思います。それと、日本の旅行会社に就職しようと思っているので、これから、まあ、旅行会社で、まあ、アルバイトと、それとあの研修をやったりして、行こうと思っています。以上、ありがとうございます。ぜひ日本語と英語頑張ってください。